ゲストは天城実さんです。よろしくお願いしまはい、よろす。しくお願いし今日もお願いできますか？はい、うん、僕はまずね、顎をこう横にやることをね、こう覚えるんですよ。はいはい、顎がよく動くようにね、動くようにね、うん、そうそう、はいはいはい、顎が動いたらもうそれをずっと止めるということ。止める。あ、はい、動いたものをはっ止める。はい、そして誰のモノマネすればいいの？止まったら、はっと止まったら誰が浮かびます？あ、そうだね、森進一かな。おお、なるほどね。はいはい、あ、こう動かしといて、動かして止めて、はい、はっで止めたら、はっ、そしたら背中の方からね、はい、喘息を起こしたような形でやるとね、はい、森進一さんになるんです。ギターの音って感じですか？死んでもこうやって顔もあんまりやっていいんだよね。なるほどね、はい、顔もということですね、うん、まあそういうふうにこう、はい、根元の方ね、うん、肩口の方ちょっとね、喘息ね、咳を起こすような形でやる。なるほどね、うん、そうやると、はい、そういう声になるんです。はい、わ、はい、かりました。こうするような軽い気で浮気してくる憎い人、惚れた弱みと知りながら泣いて許してよ。どうせあんまそうよ、あんまは女好き、女好き。